たっていうか、あの足立さんが欲しいって言ったバッグを形にしてみたんだけど、いわゆるボーリングバッグの形で、幅が狭くて高さがある感じ。それで、ポケット、あ、これ見て、ここトランクの上に乗せてこう刺さるっていうか持ち手が通る感じ。そしてこっちは大きなポケット、サイドポケットっていうバッグになります。私たちがお教室に回っていくのにちょうどいいサイズっていうのを考えて、そこが A4 サイズになっているように作りました。それで、これは私が作りましたけど、幅柄になります。ここを束、こっちも束柄で作ってみました。はい。これはロイヤルシンボルですね。ここには紋章と、こっちはクラウンになりますね。まあ、インストラクターそれぞれだから、今いろんな持ち手とか、その布とかを試して作ってます。だからこう、線がついてたり。っていう感じですね。はい、ありがとうございます。これは、まなべちゃんが作った、バイブとピカケのレイですね。それで切れはホワイトのあれだ、オリジナルプリントの上に載せたものですね。こういう感じ。はい、はい、ありがとうございます。これは遠藤さん、遠藤さんは、ここプロテアの、なんていうの、リバースキルトでプロテアを表した。このサイドもそうですね。ベースのシルバーの感じ、あとパイピングは自分で作られたを使ってます。みんなそれぞれ。はい。はい。あ、足立さんのここにくくりが。そして梅川の持ち手と、それとマンタですね。マンタは、ベースが柄の布の上に乗せる感じ、こっちは反対になってますね。それでこれはここにファスナーがついてて、足立さんがつけた。ここを開けるとトランクが持ち手が刺さる感じ。それで、閉めておくと物が入るっていう優れものになります。はい。